気になる車を詳細検証するオーナーズアイ。今回は2020年3月に登場した三菱 EK クロススペースです。EK クロススペースは軽ハイトワゴンの EK スペースに SUV テイストを持たせたクロスオーバーモデルでアウトドアをイメージさせるエクステリアに同社のデザインコンセプトであるダイナミックシールドと呼ばれる 力強いフロントフェイスを特徴としています。検証するグレードは最上級グレード T の肉モデル 659cc 直列3気筒 DOHC インタークーラー付きターボチャージャーガソリンエンジンプラスモーターに CVT トランスミッションを組み合わせています。車両本体価格は185万9千円ボディカラーは ナチュラルアイボリーメタリックとサンシャインオレンジメタリックのツートーンカラー。それでは EK クロススペースを見てみましょう。 キキーーーーレオペレーションキーには内蔵キーがあります。オプションのプレミアムインテリアパッケージはブラウンをベースにオレンジをアクセントカラーに加え上質な室内空間を演出しています。 足元を広く使えるインパネシフトを採用しています。ガラス面積が大きく、後方視界は良好です。 シンプルな二眼メーターの中央に、マルチインフォメーションディスプレイを配置しています。見晴らしが良く、前方視界は良好です。それでは、シフトレバー周りから見てみましょう。ギアをリバースに入れると、リアカメラなどからの映像がモニターに映し出されます。 急な上り坂やスポーティーな走行をしたいときは、ボタンを押しながらレバーを手前に引いて DS レンジ。走行中にパドルを操作すると、スポーツモードに切り替わります。パーキングブレーキは電気式です。 渋滞時などで便利なブレーキのオートホールド機能フロントドアの先端付近にツイータースピーカーがあります腕が当たる部分にソフト素材を使用しています ドアミラー調整スイッチです。左右どちらかを選択してボタンを上下左右に動かすとミラー角度を調整できますドアミラー格納スイッチですパワーウィンドウのロックスイッチです パワーウィンドウは運転席のみ自動全開閉ができますドアのロックとアンロックスピーカーとボトルホルダー付きのドアポケットです エンジンジフードの解除レバーです。 給油口の解除レバーです。給油口はボディの左側にあります。レギュラー仕様でタンク容量は27リッターです。インストの一部にステッチの入ったソフト素材を使用しています。 運転席のカップホルダーです。右側の電動スライドドア、左側の電動スライドドア、アイドリングストップのオフスイッチです。 急な下り坂でも低速を保つヒルディセントコントロール。ハンズフリーオートスライドドアのメインスイッチです。ドアを開けるにはキーレスオペレーションキーを携帯し、前席ドアとスライドドア境目の真下付近に足を入れ、すぐに引きます。 同様にドアを閉められます。ETC の車載機をビルトインしていますステアリングにあるスイッチを見てみましょうマイパイロットのメインスイッチセットと速度の設定 キャンセルスイッチ「車間設定」「通話」「メーター内マルチインフォーメーションディスプレイ」の表示切り替え。 走行支援や燃費情報などを表示し、各種設定ができます。 決定一つ前に戻る三菱 E アシストはフロントガラス上部に装着したフロントカメラと前後バンパーに装着したソナーセンサーで歩行者や障害物などを認識しますオーディオのボリューム調整 選曲右側のレバーが方向指示とライトスイッチです軽く操作すると3回点滅しますライトスイッチにオフはありません上に操作すると 手動でヘッドライトなどを点灯できます。内側にフォグランプ。 左側のレバーがワイパースイッチです。リアワイパーも装着しています。チルトステアリング調整レバーです。レバーを下ろすと、ステアリングを上下に動かせます。オプションのナビ。 ディスクの挿入と取り出し。オーディオ画面。画面を押して選曲。ダイヤルを回しても選曲できます。ソース切り替え。 AU X 端子があります。メニュー画面現在地ボリューム調整オーディオの電源 オプションボタンで車両の周りを確認できます。ハザードスイッチです。USB ポート。幅広のトレイがあります。 空調のオン、温度調節、風量調節、吹き出し口の切り替え、フロントデフロスター、ディアでホッカーと、 ード,ドアミラー内外機の切り替えエアコン空調のオート空調のオフ運転席のシートヒーター助手席のシートヒーター 引き出し式のトレイとカップホルダーがありますアクセサリーソケットとボックス収納があります大きめのアームレストがあります サンバイザーにはカードホルダーと鏡があります。後方視界をクリアにするデジタルルームミラー。微調整可能です。 マルチアラウンドモニターも表示できます天井にもカードホルダーがあります 天井が高く、頭上スペースはたっぷりあります。後席に風を送るリアサーキュレーターを装着しています。オプションですが、多人数での乗車が多い方におすすめの装備です。後席スライドを一番前にしても、足元スペースは多少の余裕があります。 一番後ろまで下げると、足を伸ばせるほど広々としています。リクライニング可能です。助手席のシートバックに大きさの異なるポケットが2個あります。コンビニエントフック付きのシートバックテーブルには、 カップホルダーが2個ありますさらにその下側に USB ポートとポケットがあります運転席のシートバックにコンビニエントフックがあります スライドドアにロールサンシェードが付いています。窓を六割程度開けられます。 ボトルホルダー付きの小物入れとスピーカーがあります。 ラゲッジ側からも後席を前後スライドできます。ラゲッジルームの下にラゲッジアンダーボックスがあります。車載工具、タイヤパンク応急修理セットを搭載しています。 アイソフィックスのチャイルドシートを装着可能です。 助手席のカップホルダーです。ボックスティッシュも入る引き出し式の収納があります。グローブボックスです。センターパネルの横に。コンビニエントフックがあります。 助手席側のサンバイザーにも鏡がありますフロントドアの先端付近にツイータースピーカーがあります スピーカーとボトルホルダー付きのドアポケットです。助手席の下に引き出し式のトレイがあります。後席側からも引き出せます。今回 EK クロススペースを見てきましたが、 居心地の良い功績を備えた高級ワゴンといった印象を受けました。上質な室内空間にクラストップのロングスライドやサーキュレーターといった快適装備が加わり移動の時間を快適に過ごせそうです。長時間お付き合いいただきありがとうございました。今回はここまで。次回のオーナーズアイでお会いしましょう。